キチャンネル。ちょっ、こんにちは、佐々木智也のピックアップニュース、今日取り上げるピックアップニュースは、はい、大谷翔平に甚大な影響、本塁打も打点も激減確実っていう、大谷選手の、はい、うん、MLB が今新制度を導入するという議論になっていて、ダブルフック DH 制導入かっていう。ほー、ダブルフック DH 制、はい、これはアメリカの、独立リーグアトランティックリーグでは試験導入されていて、今のところ大きな混乱は起きてないっていうところで、はい、もうだから今試験されてるってことですね、はい、うん、これはダブルフックを直訳すると2つに引っかかると、その2つとは先発投手とスタメンの DH 選手っていう、で先発投手が5イニングを投げきれずに降板する場合、スタメン DH 選手の打順に入って9人制にするか、はい、スタメン DH 選手の次の打席で必ず代打を使わなければいけないというルール。でメジャーリーグでは新ルールを導入する前に独立リーグとかマイナーでテストを行うと、で今のところこの新ルールでは混乱はないということと、でもしこのルールが適用されたら打者大谷の DH での出場が激減するっていう、先発が5回持たなかったら DH は必ず変わらないといけないってことですよね。そうだから今だったらもし仮に大谷が DH のみで先発、で3番 DH で出たとしたら、エンゼルスの先発ピッチャーが5回持たずに降板した場合は、そのピッチャーもしサンドバルが先発してたらメキシコの、そのサンドバルが4回で降板した場合は、サンドバルが DH に入るか、もしくはその DH 次の回に大谷に回ってきた場合、大谷に代打出さなきゃいけないって、大谷が9回まで出れないって、ってことですね。でも大谷が先発してる場合は別にそのまま入ればいいから、自分が5回持たなくても DH に入ればいいから、まあ多分問題ないと思うんだけども、これが今導入されるかどうか議論されてるわけ、これそもそもですよ、なんでこの制度を作ろうってなってるんですかね、何のメリットがあるんですか。これはですね、今まではアメリカンリーグは DH で、ナショナルリーグはピッチャーが立つっていう野球だったのが、メジャーでもルールが変わって両リーグ DH 制になりましたっていう、でこれは選手会が望んだ要望だったんですよ、両リーグ DH 制、でも経営陣は、メジャーリーグの経営陣は DH 制導入を最後まで反対したらしい、なんで反対したかっていうと、DH 制度を導入すると、DH 制専門の野手を雇わなきゃいけないんだよね、でそうすると、費用が何十億円も増えることになる、だそこもともとピッチャーが入ったのに、ピッチャーに野手分とピッチャー分給料1個でよかったのに、ピッチャーにも給料払って DH にも給料払わなきゃいけないから、要は2倍コストがかかるようになったわけ。ああ、だからいいよ、給料払う人が増えるってことですね。そう、1人ね、だからその支出が増えるから反対してたわけ、でもそれはまあその交渉の結果押し切られるような形で DH 制導入を進めたんだけども、これの球団側との折衷案がダブルフック制導入って言われてる。DH 専門の、1人増えるバッターが半分ぐらいしか出場しなくなるっていうと年俸高騰化がなくなるじゃんね。ちょっと年俸がそこまで上がらなくなる、そう、成績が上がらなくなるから、あとは最近ちょっと先発投手陣の人数不足で、前にもロッテがやったようにリリーフデーっていう、ところをやるチームも増えてきて、今日はもう先発いないし連戦続くからリリーフデーです、リリーフデーだともうすぐ DH 変えなきゃいけないから、ね、2回とかで変えないといけなかったですよね。そう、あでもそれだったらさ、思い切ってさ、リリーフデーの時、初回に変えるじゃん、で DH を関係ないやつ入れといて、次から大谷行けば、スタメンじゃないけどずっといけるじゃん。変わって出た DH の人はそこからずっといられるってこと。そうあじゃあそれでいいじゃんの。ブルペンデーだったら、ブルペンデーだったらな、それでいいじゃんね、わざとスタメンじゃなくして、で途中からも大谷行ける。そうだから打順を3回だと先頭で回ってくる可能性があるから、そのリリーフデーの時は打順を8番ぐらいにして、で1イニング2イニング先発投げて、変わって、でそいつを変えるみたいな、だから投げないピッチャーを、そこに入れとけばいいじゃんね。そうですね、 DH ね、それだったらいけるんだよ、ありますね、でも3回4回でノックアウトされかけたら、5回まで絶対行かなきゃいけないから、試合が壊れちゃう可能性あるからね、でも変えたら行かなきゃいけない、変えなきゃいけないから。でもこの制度、もしかしたら先発が5回まで降りたら変えないといけないってなったら、かなり大事なバッターを DH に置いておけなくなりますね。
あとは先発を変えないっていう。あ、もう崩れても、うん、崩れても変えないっていう。まあ、だから6回までは頑張ってくれっていうことですね。うん、うんうんうん、だから6回、まあ、5回終わるまでは頑張ってくれっていう、はい。でももう絶対にずっと変えたくないバッターをじゃあ守備につかせないとってなったら、 DH はどちらかといったらじゃあまあそんなに期待してないけどっていう人を置く可能性も増えてくるってことですか。うん、だからもう多分変えないっていう選択肢になるんだよ、5回までは。壊れてもピッチャーでもバンコバン打たれたらってなっちゃいますよね。うん、あと球数いったらとかね。うん、だからそれ難しい問題になる。そうですね、うん。大谷選手の時はどうするのかっていうね、投げてない時は。そう、だからもう5回までいかないと、はい、大谷を途中で変えなきゃいけなくなる。だから今後ね、うん、エンゼルスのないチーム行っても、うん、先発ピッチャーが弱いところに行ったり、はい、先発の数が足りないところに行ったら、うん、このダブルフック制が大谷の記録にかなり影響してくるからね。そうですね。でももともとね、この二刀流なんていなかったから、はい、ピッチャーが投げる時大谷が打ったら DH を使えなかったわけだよね、うん、今までは、はい。それがあのピッチャー降りても DH を使えるっていうメジャーリーグ機構が大谷におんぶに抱っこでメジャーリーグの人気を上げようと大谷ルールを追加したわけだよね、はい。で今度はそれを外しに行くっていう、ね、うん、そうですね。これちょっと大谷にプラスアルファありすぎやなっていうところと、うん、はい、あとはその DH 制を導入したことによっての年俸高騰を抑えるための折衷案っていうところで、でまあ大谷が投げてるときは何の影響もないんだけどね、自分が DH に入ればいいわけ、ね、いいだけだから、うんうん、かなりの影響が出てくるんちゃうかっていう。へえ、すごいですね。なんか大谷選手ってこんだけ大谷ルールみたいなのもあれば、うん、いろいろこう影響受けるというか影響されますね、うん。でもまあこれはね、他の全チームの DH の選、うん、DH 専門の選手には全員が影響されるから ね、うん、そうですね、適用の。だからより先発投手陣が弱いところは、うん、よりそのチームの DH は導入されるから、うんうん、今後 FA でもし大谷が移籍することを考えたら、うん、先発投手陣が弱いとこいけないよね。いいとこ行っとかないと、うん、弱かったらそう変えられちゃう可能性あるから、うん、もしくは先発投手陣が整ってるチーム、はい。まあ、もうクオリティスタート率が高いところ、ね、高いところに行かないとっていうところの、うん、はい。今までだったらメッツドジャースっていうところがね、うん、資金面でっていうところもあったけど、はい、このルールが適用されたらそういう選手層とかも入っていかないと、うん、行ったはいいけど、いや、たびたび DH 変えなきゃいけないなみたいな、たびたび途中で出場変わるやんみたいな。で打席数減っちゃいますしね、うん、だからホームランも打点も打率も、はい、全部ね、安打数減っていくからね、うん、かといって、うん、先発打たれても5回まで行って試合10対1とかになっても困るし、ね、困りますよね。さあチームにとってよくないですからね。そしたらまあ DH 変えるかってなりますしね、うんうん。でまあ、リリーフデーの時はね、うん、さっきも言ったように最初当て馬出しといて、うん、はい、初回で変えて8番ぐらいの打順で、はい、そこから入っていけば、うん、まあ、別にね、はい、あの打順が回ってくるの遅くなるけど、うん、最後までずっと出れるっていうところでは、うんうん、まあ、こういう防ぎ方あるかなっていうところがあるけど、はい。メジャーってでもすっごいルールいろいろ変えてきますね。いや、まだ変えようとしてることあるんだよ。あ、そうなんですか。ピッチャープレートとホームベースの距離今 18.44 だけど、18.75 と、はい、あの1フィート伸ばそうとしてんだよ。へー。であとは、うん、常時スタメン出場してない選手のダイソー常時認める指名ダイソーの、うん、とかも検討してるらしくて、へー、こんなもん入れたらもう盗塁100個ぐらいいくからね。どういうそのソフトバンクでいうと、はい、シュートがスタメンじゃなかったら、はい、常に誰かが足の遅いバッターが出たら、うん、常にシュートが指名ダイソーでいけるっていう、ダイソーだけで、また打順で変わらずにダイソーだけの専門職でいける。そうそうそう。いや、それはなんか専門のダイソーの人もかわいそうですけどね。でも通るようになれるからね。なれますね、うんうん。でもやっぱ振りたいじゃないですか、バット。だから、この指名ダイソーってあれなのかな、もうその選手に決まってんのかな、それともいつでも出れるのかな、誰でもね。この選手だけの指名ダイソーだったら、はい、それでもすごいからね、うん、だっていいわよ、もしあの俺が現役だよ、はい、佐藤の時だけの指名ダイソーで、うん、シュートとか言って、はい、俺が塁出たら常にシュート出てくるんだ、はい、そうですね、うん、やばい。今だったら DeNA の宮崎選手のって言ったらすごい塁出ますからね。そうそうそう、常にダイソー、出てくるんだよ、はい、足の速いのは、うん、広島松山出てきたら常にダイソー初期とか、はい、うん、ソフトバンク中村晃出たら常にダイソーシュートみたいな。でもそれで打席に立てないわけですよね。うん、そう、ダイソー専門。ダイソー専門するのはちょっと寂しいけどな。、ね、で、あとそのね、はい、あの投高打低を防ぐためにちょっと1フィート伸ばすとか、うん、あとは牽制球を打者1打席につき1球とか、へー、1球だけ OK みたいな、まあ、どんだけ盗塁させんねやみたいな。走りやすくなりますよ、うん、もう来ない。 それだったらソフトボールみたいにリードなしで牽制なしにしろっていう、うん、そうです。確かに、うん、で、あとは AI 審判、うん、はい、
AI 審判、うん、これが全てじゃないと思うけど、はい、俺の取材情報網の中で、うん、AI 審判にしたい理由が、うん、の根本は何かっていうのを取材してきて、うん、はい、何だと思う？ AI にしたい理由ですか、うん、ミスが少ない審判の、うん、そうしたらどうなるの？わかんない。これ、うん、ギャンブルのためらしい。え、どういうことですか？要はカジノ的な、はい、だからロト的な、うん、日本でもあるじゃんね、うん、サッカーのトト、はい、とかそういうギャンブル要素で AI にしたいらしい、はい、あ、機械で統括するってことですか？そしたら八百長がなくなるっていう。あ、八百長の危険性もしくはイチャモンつけれなくて済む。そういうだ、結局人がやると、はい、サッカーでも他の競技でもあったけども、うん、選手がとか審判がとか、はい、野球もそうだけども、うん、プレイヤーが審判が八百長に加担して、はい、ファール厳しめに取ったり取んなかったり、はい、打ったり打たなかったり、うん、エラーしたりっていうところの、この審判ちょっとこっち寄りな気がするなとか、そういうのなくなるよね。そういうので世界でもね、うん、なんか事件になったのもあるじゃんね、はい、審判がとか選手がとかね、うん、っていうところの人間がやると八百長っていうのが生まれやすいけども、うん、AI にすると機械判定だから八百長ないじゃんね、うん、そうですね。そうなると、うん、公正公平に試合が行われることによって、うん、ギャンブルとして成立しやすいらしい。あー、へー。だからその意味もあって、うん、ね、全部じゃないよ、はい、それも一つとして AI に行きたいらしい、うんうん、へー。そのギャンブルとして正当化するため。でもあれですね、どこまで AI にするかですよね。審判だからあれはストライクボールでしょ。そこだけですか？だってアウトセーフはビデオ判定ってまあなんとかは、まあ確かに。でもストライクボールはビデオ判定ない、リプレイないですもんね、うんうん、だからあれはストライク判定、はい、ここは打たれたら困るから広く三振みたいな、うんうん、なるじゃん、はい、だからそれギャンブル的な要素も。へー、初めて聞いたよ、はい、俺取材力すごくない、はい、どこで取材したんですか？それはもういろんなところの人脈があるから、へー、もうあるらしい、はい、だからそれはまあおいおいね、どうなるかは分かんないけども、はい、だこのダブルフック制はどうなるのかによってね、はい、ちょっと大谷の生涯のね、うん、成績に対しても影響しそうですよね、うん、だからそれがもし日本入ってきたらとかね、うん、っていうところもあるしね、はい、これはまあちょっと今すぐ始まることじゃないんでね、うん、ちょっと継続して見ていきたいなと思います。はい、はい。